シートベルツでございました。シートベルツ。シートベルツ。間違えそうだな。メールって来てるんですかね。あ、いつ来てました。あ、お笑い大好きさんから。あ、じゃあ消しましょう。やめろ、そういうこと言うの。SNS のようよ。お前、そういうこと言うのやめろ。俺かよ。俺だったかい。ありがたいな。あれ青年会、あ、ヨピッチさんか。始まります。お、ヨピッチさんが見つかる。始まってます。あら、ツイキャス配信して、ああ、はい、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。さあ、始まりました、はいはい、FEC チューンの火曜日担当の大平スタイルでーす。大平スタイルでーす。どうもー。はーい、どうも。ワンバンコー言うてますけどもー。はい、もう今日は、はいはい、今日の放送で今年最後ということで。最後ですよ、はい、早いねー。もう今年のね、はいはい、あの締めくくりですよ今日は。あ、そうだね、はい、僕らのこの火曜日のもう締めくくりスタイルですよ今日は。いや、もう締めくくりスタイル、締め出しスタイルでいきましょう、はい、みんな大掃除やったのか。締め出しスタイルでいきましょう。まああなたをね、もう今年締め出して、締め出されちゃいましょう、はい、来年は、今年から、来年は楽しくやっていこうという。そうだね、はい、今年というくくりから締め出されちゃいましょう、はい、まあ今日はね、もう本当にいろんなことを、まあ、締めくくっていこうということでね、はいはい、そしてまた来年新たなね、うん、はい、スタイルをスタートさせようということで。あ、そうだね、はい、古いのは脱皮しよう。もうあれですよ、うん、もう本当にいろんなことを締めちゃいますからね今日は。いろんなこと締めちゃう。あ、すごい。最終的にあなたのなんか首やら何や締めますから、ね、俺も首を締めちゃうんだ。わお、はい、大変だな。僕はもう今日そういう気合で入ってきましたから、うん、あ、すごい。あ、はい、だからさっきちょっと腕立てして筋トレしてたんだ。もうパンプアップしてね。パンプアップして見た目も、もう今日ムキムキですから、ムキムキ。脳もムキムキ。パンパンパン、うん、あ、それは大丈夫です。それは大丈夫です。あ、そう、あの、もう今から進んでいくんで、あの、余計なことしないでください。ギブやパン、もういいっすか、もういいっすか。あの、開始1分ぐらいであなたの首絞めそうなんですけど。早っ早っ、年の瀬早っ。やめろ、お前。やめろ、やめろ。お前、最後の放送でそういうこと言うのよ。そうだよ、もうちょっと、なんか、そんな、ポップな感じでいこうよ。そんな怖い感じで。そうだね。ね、はい、パン、はい。ところで、まあ、はい、もういろいろ。はい。はい、今日はですね、いや、まあ、この FEC チューンド。うん。はい、毎週ですね、はい、最初オープニングは、あ、オープニング、そうですね、1分漫才やってますよ、やってますけれども、はいはいはい、まずはじゃあタイトルお願いします。今日もう、はい、年の瀬ということで。あ、年の瀬、年の瀬ですよ、はい、年の瀬ですか。もう要はもう一歩手前ってことですよね、うん、あ、もう一歩手前です。一歩手前、はい、もう瀬だからね、もう瀬言うてるからね。瀬ってなんだ、これ出るってこと、うんうん、年の瀬って言ってるからね。年の瀬って言ってる言い方よ。アメリカンみたいな言い方してる。年の瀬、年の瀬みたいな感じで。いや、別にそこまで求めてない。あ、気合い入れてるもんか。なんか乗っかってきてるよ、別にそこまで。いや、俺乗っかるだろ、それ乗っかるだろう。別にそこまで乗っかってほしいなっていう感じで言ったわけではない。あ、そう、要は年の瀬って言ったらブービーなんですよ。おう、ブービー、ね、言葉で言うと。おう、ブービー。むしろ実は今日自体もブービーでしょ、全然。まあ、31日からしたら全然手前だから、まだ一般的な年齢はね。まあ、まあそうだね。なんでお前が今笑ってたのか俺にはよく分からんかった。いやいや、ブービーショーのくだりさ、俺が F ライブ出てからブービーだったでしょ。ああ、確か、あのね、先週、先々週、先週、今月の、今月のだ、今月のお笑い劇場出て、18組中かな。17位だったと。あ、まあ、1票入ったんで嬉しかったですね、それはそれで。誰かみたいな、サービスでもありがたいよみたいな。お情けでも嬉しいわ。ブービーだ。ブービーだったから、でも、うんと、ジャスティン・ビー・ブービーってネタやれって、あ、ジャスティン・ブービー言われたけど、ちょ、考えたけど、考えたんだ。最終的にやっぱ脱ぐしかないんだよねこれ。どうしようかな。別にジャスティン・ビーバー脱いでるみたいなイメージ全然ないけど、ね、いや、イメージないけど、それを俺にインストールしてみたら、やっぱ脱ぐっていう仕様になっちゃうよね、どうしても。そうなんだ。でもなんかダサく面白かったっていう意見も ありましたよ。あ、本当に、うん、あ、本当だ、うん、あ、なんかね、いただいてますよ、うん。まあ、今のところ漫才総務して普通の会話してるけど、そうだよね、普通の会話してる。見てるからね、このコメントをね、コメント見ちゃってるからね。年の誠意、でもそれで、あの、年の誠意、それ年の誠意、はい、で、F ライブ以外で、うん、あのネタをする機会があったわけさ、ダサ子、披露した大爆笑。あ、そうなんだ。これ何が悪いって、うん、多分、
ネタを見た F ライブに来たお客さんが悪いと思う、俺これ全部。そうなの。だから今度皆さんに会ったら竜巻旋風客しますんで、あのガードしてくださいね。じゃあ、そんなキーチにね、はい、そんなキーチにあの年の瀬ということで、うん、年の誠意ということで、年の誠意、はい、今年1年の締めくくる言葉を一言だけもらっていいかい？一言？一言だけね。一言だけでもう締めくくって、うん、締めくくろう、うん、お願いしますよ。うん、はあの感じで。It's my life. 大平スタイルの Tuesday スタイル。ハード。笑っちゃいましたよ。いやいや、はい、ありがとうございます。はい。出してますよ。はい、そうですね。いやいいですね。始まってます。始まっちゃいました。もういいっすね。ハーで。いい具合のグダグダ感がいいっすね。ハー。まあ、初っていう感じで、ハーってやったら。お前のハーに、あの、ちょっとヤマピーもびっくりしてたけど、へぇみたいな。ボタン押しちゃった。あーって。焦って、待ってた。もう、いや、ありがとうございましたって。もう本当に強制終了ですよ。強制終了ですね。これ、サクサクさん。はい、いや、まあ、僕らのね、もう、今年1年を締めくくる1分オープンオープニング漫才、はい、聞いていただいたんですけども、 もうあれだよね、形としても漫才じゃないよね、うん、いや洗練された会話っていうか、オープニング語りみたいになっちゃってるもん、ね、まあ、語りだけどね、うん、何の洗練もしてんけどね、うん、全然それ何の古いにもかけてないからただただ垂れ流してるっていう、はい、いや、いいと思いますよ、はい、それではですね、もう、はい、大平スタイルのチューズデースタイル、うん、はいはい、今年ラストということで、今年ラストね、はい、チューズデースタイルはラストでございますよ、はい、チューズラストね、はい、まあ今日のラインナップを、はい、まあいろいろ、あ、いや、もう紹介していきたいと思う、サクサクいきましょう、はい、サクサクさん、今日はこの後、まあ、今年1年を締めくくる、はい、うん、まあ、総集編でもないか、今日はスペシャルだね、まあ、先週もね、ちょっとスペシャル、うん、アニメ研究所スペシャルをやって、ね、あのバンさん、はい、に来てもらったんですけれども、はい、今日はですね、もう、はいはい、あのキーチのギャグキングへの道、ギャグキングへの道スペシャルということで、スペシャルです、今年1年をね、はい、ビシッと、いや、もうビシッと決めちゃうよ、決めちゃってくださいよ、かつ、はい、ランキングというか、はい、なんかこの今年、まあ、何個かネタっていうか、この一発ギャグをやったさ、はいはいはい、その中でこれが良かったよっていうのを決めてもらえたら嬉しいな、あ、多分みんな覚えてないと思うから、いや、だから俺がランキング全然覚えてないランキングも残してるから、ちゃんと残してるんだ、ありますって、あ、残してるんだ、ちゃんとメモしてるんだ、ノミネートエントリー、細かいね、さすが A 型だな、いや、関係ない、いやいや、とりあえずあのノミネート作品がございますね、10ありますね、あ、10あるんで、10ある、サクサクいかないと、これ本当にこれだけで終わっちゃうかもしれない、そうだね、むしろもう俺個人的にはもう博士呼び込んで博士も一緒に見てもらいたいんだけどはい、そして、まあ、今キーチも言いましたけれども、はいはい、この後アニメ研究所もあります、ありますよ、なんとあの先週引きこもった博士が、はい、ちょっともうラストということで、勘違いして、はい、早く冬ごもりしちゃったちょっと間違っちゃったみたいな感じで、はい、今日出てきてくれたので、はい、今日はアニメ研究所もございます、うん、まあ、まさにもうね、うん、今日、今年やってきたものの、はい、スペシャルということで、うん、はい、キイチのギャグキングへの道、うん、アニメ研究所、そして大不評企画、来年にはもうなくなってるんじゃないかと、あ、そうだね、いつの間にかフェードアウトしてそうだ、はい、噂の、うん、大平青年会、うん、恋愛相談係、はい、はい、こちらの方もございます、はい、はい、なのでですね、皆さん、うん、たくさんのメッセージ、あ、そうだね、お待ちしております、もう今年1年終了ということでね、そうですね、もう本当に何でもいいですので、まあ、恋愛相談でもいいですし、はい、なんか博士に一言とかでもなんか、はい、メールとかでね、もう何でもいいですね、送ってもらえれば、はい、もしくはギャグキングへの道のところで、はい、キーチにちょっとこんなギャグどうですかって賄賂とかもらって、ああ、もう全然そういったものでも構いませんし、すぐ吸収しますんで、はい、すぐ俺のものにするから、もう来年にキーチはいらないんじゃないかみたいなメッセージが2通来たらキーチは切るんで、いや、やめろよ、ついだ、お、あ、こう締め出すなよ、はい、なので締め出されるからね、ぜひぜひ皆さんたくさんのメッセージお待ちしております、本当だよ、それではメールアドレスが 797@fmginowan.com、はい、うん、797@fmginowan.com となっております、いやー、待ってますよ、はい、たくさんのメッセージお待ちしております、はい、それでは曲いきましょうか、はい、行きましょう、はい、では、いつもの曲ですよ、皆さん聞いてくださいね、はい、フィンガーファイブで学園天国です、どうぞ、はい、ラストタイム始まりました、はい、あ、カロルケンさん、あの、はい、プレゼントいただきました、ありがとうございます、聞いてますよ、ますやったちょうどいいサイズだよね、ちょうどいいね、ちょうどいいサイズ、ぴったりハマってますよ、これ
はい、いいっすね。でこれ僕が、ね、なんか悪いことしたらギギギギってしまっちゃうのかな遠隔操作で締められる、はい、そしてイヤピッピさんからも来てますね。あ、恋愛相談メール送ったということで、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれでよかった ね最後の最後でメールがないみたいな ねそうだね。ここまで不良企画だったのかって知らされるとこ、思い知らされるとこでした。いやいや、でもありがとうございます。はい、そしてリュウジさんも、はい、来てますね。ありがとうございます。わざわざ、うん、うん、どうそうだったのね。知らなかった。何も知らなかったんですか。もう後ろの方でなんかいろいろだったんじゃないですか。はい、そうか、記事かっこいいってことかな。いや全然それは知らなかった、知らなかった方がよかったんじゃないですか。知らない方がいいのか逆に。はい、あ、ユーミンさんからも来てますね。こんばんは、うん、ユーミンさん、こんばんは。ツイキャス見れないなって思ってリスラジ聞いたら、収録放送ってことでしたね。あ、昨日の話ですね。昨日のなんですかね。はい、そう、クーター進化ですよ。はい、もう、ああ、サクサクさん、はい、キーチ放置って来てますね。キーチ放置でございますよ。あ、お、ごめんね、ウサギに一票って来てます。早い早い早い、ありがとうございます。ありがとうございます。バースさんは来年からできた。まあ、どうなんですかね、バースさん次第ですよね。もしかしたら頻度は上がるかもしれないですね。そうですね。はい。やたらいるみたいな。はい。ちょっとまた交渉してね。うん、そうですね。はい。ちょっと出てほしいなと思います。寂しくなったら、この画面の端っこに写真貼っときますんで。はい。テロップ出しておきますんで。はい、バースさんって。はい。なので今日はもうスペシャルでお送りしていきたいと思います、うん、まあ、それゲストだったということで、はい、リュウジさん、あ、綾乃さんからも来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、もう今日もたくさんの方、あ、アリサさんからもコインいただきましたよ。アリサさん、アリサさん、いやもう名前名前よ、呼び捨てすんな。あ、ありがとうございます。ギブミマネー、ギブミマネー。本当にね、はい、いや、というわけ今日もたくさんの方から、うん、あ、中田猫さんからも来てますね。ありがとうございます。ダサコ面白かったよ。あ、あれあれあれ、あ、F ライブ来てました、もしかして。あ、いやいや、あれでしょ、先週君が最後にやったじゃないですか、ツイッター。あ、そうか、やったね。はい、あ、それでか、はい、あ、ライアン・テイラーさんからも来てますね。気合い、はてなって来てますね。気合入ってます。いや、もうたくさんの方からメッセージ本当にありがとうございます。ありがとうございます。中田猫さん、今度僕にご馳走してください。どういうことやね。あ、もう皆さんからたくさんのコインが来てるんでね。あ、本当だ、またツイキャスも結構長くできるんじゃないですか。今ね、はい、楽曲開けますよ。はいはい、はい、というわけでお送りしました曲はフィンガーファイブで学園天国でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速コーナー行きましょうか。オッケー、キイチの一発。あー、おー、すげーすげー、全然降っていないのに、うん、しよった。勝手にやろうとしたね、うん、しかも全然タイトルコール間違ってたし。間違ってた。お前いい加減覚えろよな。お前、いや、覚えてる。自分の冠コーナーぐらい。冠コーナーですからね。じゃあ行きましょうか、はい、タイトルコールお願いします。はい、キイチの逆キングへの道。やっほー、やったやったやった。はい、このコーナーはですね、まあ、大平スタイルキイチが僕です、はい、一発ギャグをして、はい、まあ、リスナーの皆さんと、うん、はい、まあ、ここにいる僕とヤマピーに、うん、もうそれぞれ皆さんに採点していただこうという、うん、でもちょっと自信あるよ、はい、あ、もう今日自信あるんだ。あるあるある、ちょっと悩んでたけどね、はい、もうひたすら悩んで悩んで、うーって考えてた末に、ふと生まれるよね、やっぱこういうもんって。ああ、そうなんだ。まあ今日はね、もうキイチのギャグキングへの道、うん、スペシャルということで、はい、この後あの一発ギャグを披露していただいた後、うん、まあなんかランキングもあるんでしょ。ランキングもまた別個で。あ、あるんで、じゃあもうサクサクいきましょうか。ノミネートしてもサクサクいきましょう。はい、はい、じゃあ今日もう今年最後の一発ギャグです。はい、もうこれ2個あるわけさ、うん、ギャグ納めね。あのギャグ納め、ギャグ納めで、ダサくと佳作2個あるんだけど、どっちがいいかな。じゃあダサく、まあ別にダサくも聞きたくないけど、ダサくからダサくから行こうか。ダサくからね、ダサくから行って佳作行こうね、うん、ダサくね、まず、うん、聞いてください。はい、メロディーはあのあれっすね、あのディズニーの白雪姫で、七人の小人。白雪姫が全然あんま出てこないんだけど。七人の小人いるさ、小人。あ、はい、小人。はい、まあ歌うな、お前歌うな、それそれなんだ、それ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 です、そのメロディーです。あ、そのメロディーでございますよ。じゃあお願いします。はい、はい、行きましょう。はい、どうしたどうした、違うよ、これじゃない、これじゃない、メロディーが違 う, う, うこのメロディーじゃな い, い, やいや、お前の脳内俺知らないからさ。これ、うん、勝手に自分の中でなんかいろいろやっても、メロディー似てるけどこれじゃなかった、これ、これじゃない、このメロディーじゃなかった。あ、そうなんだ。まあ、聞いたら分かるよ、聞いたら分か る, 聞いたら分かる、ごめんなさい、忘れてくださいね、うん、今のやつちょっと忘れるように、あの呪文唱えました。っていう一発ギャグかなと思って。違う、いや、ちょっと高度なやつ使ったなと思ったけど。じゃない、一言一言、はい、すんげえ俺に前振りさせておいて、すんげえ落とすねと思うだけで。じゃあ、いよいよ、じゃあ忘れてください、はい、パチン、まあ忘れましたね、あなたよくわからんけど、パチンで忘れるその技術じゃあ、ダサくいきます、ダサくからいきます、はい、アイスピック、アイスピックさすよー、さすよー。
どうでしょう、あのサイクリング、サイクリング、ヤッホーヤッホーのメロディーで、びっくりするぐらい博士ギャラリーの方でめっちゃ真顔なってるわ。いやいやいや、真顔心笑ってますよ。笑ってないよ、心笑ってますよ。博士、博士あれだよ、お前に対しての結構笑いのツボゆるゆるなんだけどな。まあさ、確かにそうですね、博士僕に甘いっすもんね、初孫ぐらい。あの甘いんで、その博士がお前真顔するって、まあ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 、ちょっとあの初孫が老いたしちゃったのかな。まあまあ、これがあれでしょ、これダサクみたいな感じなんでしょ、これダサクですね、うん、でも個人的には好きですよね。あるんでしょ、あるんでしょ。いや、でももう一回言わせて、うん、アイスピック、アイスピック刺すよ、刺すよ、面白いだろお前誰だろお前って、もう自分で笑ってもってんぞ、自分で笑っちゃうもん面白いからもうその時点でアウトやし、アウトだね。じゃあ自己満、自己満のやつだった、カサクカサク。まあまあまあ、全然これがもう、降りてきたなと。メインちょうだい、メインちょうだい、メインちょう、メインちょう、うん、うん、お願いします。はい、このシーズンにぴったりです。はいはい、はい、いきます。年の初めの金縛り、ひひひ。はい、どうでしょう、いいんじゃない。年の初めも1月1日初夢かなと思いきやの金縛りみたいな、あれ金縛ったよみたいな。あ、そうなんですね。夢も見ず。あ、いいんすか、今あなたを金縛りに合わせて。ダメ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 、いいだろ、面白いよね。ね、皆さん、うん、ほら佳作がいいってほら言ってるでしょどっちかって言うとねっていう。いや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 、もう面白いだろ。そうだけどね、スポットはよかった。そうそうそう、その音楽はいいわけさ、うん、やっぱみんなにね、悲しい。あ、その金縛りがちょっとな、面白くない。なんかそんなになんだよ、金縛りがメインだろお前アホ。いや、金縛り年の初めにもっと面白いことあるさ絶対。年の初めにか、あ、うん、あ、お葬式みたいな感じ。こんな、いやいや、やめれややめれや。そういうことだろ、全然ポップにならない。あれ1日なのにみたいな。そういう感じことじゃないの。でもそんな感じだろ。まあ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 、まあ、これが今年、あ、稲世界観休みなんかみたいな。1日は取れんかみたいな、取れないんか。じゃあということで、もうアニメ研究所行きますか。待って待って、ランキング、ランキングランキング大事。じゃサクサク行こう。サクサクさんも行きますよ。じゃノミネート、ノミネート作品。あ、じゃあもうここからは今年の、今年1年のキイチの、うん、ギャグです。ギャグをたくさんやってきましたけども、ここのギャグキングでやってきたギャグ。はい、この中から、はいはい、ノミネート皆さん作品10作品ありますんで、10作品ポンポンいきますよ皆さん。今年一番のじゃあナンバーワンギャグということですね。ギャグを決めようね。決めてきたってことですよね、もうキイチが。あ、もうこの10個ね、はい、ノミネートされてるんで。あ、その中から1個だけじゃあやるってことでしょ。1個みんなで決めてもらうんですよ、10個やるんで。いや、もうみんな決めてもらうって別に前もって募集してたわけじゃないから。それ先週やれや。俺がもう先週募集して今週発表ですみたいなだったら分かるけど、うん、この短時間で絶対無理だるやん。10個無理。しかもや、いや俺ら結構今年通してやってきてからや。じゃあ多分グダグダで終わってただろや。多分舞台でしかやってないやつやりますよ。うん、これあ、ここでやったかな、やってないかもしれない。やってないと思う。まあまあ、とりあえずノミネート作品10作品言ってください。もうさ、早口でいこうね。うん、あ、じゃあ1番目、1番目、うん、卵砕く、ひよこ砕く、俺はキイチ。あ、まあこれノミネートしたんですね。ノミネートしました。これも最近のお気に入りです。はい、はい、じゃあ、2番目、私はキイが、いつまでもはキイが、他の誰かに薬を塗られる日まで。あ、可愛いふりして、あの子はきっと脇がなんだねと、ってね。はい、決まりました。ありがとうございます。いやいやいや、よくわからないけど、まあまあ、これが2番目ね。3番目、はい、3番目、はい、あえたかはたあつこの子言ったエンジェル、やや乱れて犯罪。イエイイエイ。ちょっと待ってよ、それあった。あったあったあった。いった、それあった。これギャグキングでやったし。そう、やりましたよ。嘘、やったやった。そんなのあったっけ。うん、その時もこんな反応してた。こんな同じ反応してた。同じ反応した。うわ、これアウトなの。いや大丈夫、あのFM 技能の社長が本当にもっと飛ばしてって言ってたから。わかりました。だからアイアイさんなんですよ。僕はだからアイアイさん、それは前も話したけど、社長絶対俺らの聞いてないから。いや、聞いてない、聞いてないから。いやいや、聞いてて言ってほしいよね。そういうの、え、どうでしょうか。いや、どうでしょうか。ヤマピーヤマピーに全てを尋ね。そうだね、ヤマピーのせいにしちゃダメだね。ダメだよダメだよ。そうだね。じゃあまあまあ
まあ3番目だしね。あ、まあ、4番目、まあ、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。あたたかはた違うさおかわりじゃない、それ3作品目なんです。もう時間なくなるから、このあといっぱいあるんだから、コーナーも今日は4番目、4番、はい、あゲイ、うん、あゲイ、あゲゲゲのゲイ、うん、あ男が大好き、ふん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 、あ楽しいな、あい楽しいな、あいおかまの学校、あチンコも何にもないゲイということね。あこれもいい感じですよ。そうですね、それちょっと飽きた感がある、ね、うん、飽きたんかい。いいけど、いやどんどん行きましょう。はい、はい、再婚あるある、これ5番目ね、再婚あるある、うん、年下のお父さんとね。ああ、ありましたね。ありましたね。たね、うん、じゃあ、どんどん行きましょう。大好評。はい、6番目。はい、お前、クリスマスイブなのに用事ないば、暇人だな。お前も用事ないば、暇人だな。俺も用事ないやつだ。暇人、オールザピーポー。これもいいねー。いいですね。ありましたね。ありましたね。7番。うん。あ、ほっほっほー。ほうき、育児、ほうき。ダメなやつやし。ダメなやつや。これ来ました。いや、もうガンガン行けって言われたんでね、社長さんに。いや、何かと社長を出してくるんだよ。いや、もう社長ですよ。別に社長が矢のギャグを絶賛してるわけじゃないから。いやいや、でも、もっとなんか、もっと辛いのっていうか、もっとなんか、どぎついのきちょうだいって言ってたから、もっと。もうどんどん行きましょう、時間もないんで。はい、じゃあ8番目。リア充、リアルな獣、リア充。決まりました。ありましたね。いやー面白かったな。はい、9番目。あパッパパッパパッパパパンチラ見せる。パッパパッパパッパパパンチラ見せる。はい、ということでね。決まりましたね。はい、じゃあ10番目。はい、とっても頭が痛むのでヘロイン。飲んだらヘロヘロリン。ダメなやつでしょ。お前脳が溶けてるんじゃないか。ヘロイン飲んだらヘロヘロリン。脳が溶けてるやつだ。笑い時期が時期だけにね。自分だけ笑いすぎだね。シーズン。はい、というわけでじゃあ皆さん、これ以上10作品が作品ノミネートされました、はい。ノミネートというかもうあれじゃいいんじゃないですか。今日もその一、うん、その今年のスペシャルでよかったんじゃないですか。うん、今までやってきたのをバーと、そうだね、やったというか、あ、じゃあ今までのをあのメドレーで、今から1位決めてたら全然時間足りないんで、うん、そうだね、はい、じゃあ時間返してもらおう。今年は1位バイツァー出すぞ。いやいや負けて死ね。これスタンド第4部 の、うん、最後のボスのスタンド、バイツァー出すぞって言って、もう俺は今ザ・ワールドで時止めてお前を殺害したい。ザ・ワールドもいいけど、バイツァー出すだったら、うん、過去に戻っちゃう。バレたら過去に戻るっていう。よくわからん。過去に戻っちゃうからこれ。バイツァー出すと負けて死ねっていう日本語で、ね、はい、じゃあもう今年はね、はい、もうそういった、はい、数々の作品を生み出してきましたね。生まれましたよ、2016年、はい、だっかはったそれをやめる。ダメエンジェン、はい、まあまあ、はい、2017年はね、はい、もっとこれを超えるような、あ、そうだね、やっぱギャグキングへの道を目指してね、できたらね、はい、もっと行きたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんも、はい、応援、はい、よろしくお願いいたします。中田猫さんご飯おごってよ。なんだお前。そのリスナーさんに対する催促なんだろう。いや、なんか優しいからなんか、はい、それではですね、この後はまたアニメ研究所ございますので、はい、皆さんぜひお楽しみにしてください、うん、それでは曲いきましょうか。はい、いきましょう、はい、じゃあこれ、曲から先行しちゃっていいかな、いっちゃうか。ああ、いいですよ。じゃあ、はい、シートベルツでタンクです。どうぞ。はい、ちょっとリュウジさん、キーツさんのギャグは基本的に CM とか有名な曲のパク R、かっこオマージュなのね、パクリーでやろうとしたんですよ、パクリー。そんなもんやろうが、そんなもんやろうが、はい、ギャグって、もう。でもいいんです。カワルケさん、おごれるものならおごりたい、キーチに餌付けしたい、餌付けしましょう。餌付けしましょう、もう本当に。してください、もう。帰り道覚えられないんで、道中に飴玉落としてもらえれば、自分それ拾って帰って覚えますんで、ぜひ。飴玉じゃないな、シュークリームがいいな。中田彦さん、私に怒って笑って、チロルチョコぐらい、おお、サクサクさん、最初のが良かったです。最初のが良かった。卵砕くやつですね。ありがとうございます。はい、俺はキイチ。今日も本当にたくさんの方が見てくださっているので、はい、ありがたいですね、もう本当に。はい、中田彦さん、アウトギャグ面白い笑って、アウトギャグ。
あ、みーちゃんさん、バナナ落としに行くねって、はい、いやいや、滑っちゃう滑っちゃう。あ、すいませんね、カメラ今ちょっと揺れてたんですけど、まあちょっとね、調整してて、この後博士が来ますので、はい、ぜひぜひ楽しみに、はい、楽しみにしてください。もう今日はね、もう本当にあのチューズデースタイルは今年最後ということなので。そうですよ、はい、もうすべてのね、うん、出し切る出し切る出し切るやりたいなと。あともう先週に続き神回じゃないですかね、もう今週は神回神回だと思います。まだ神回になるかどうかは分からんけどね。いや、あ、分かんないから、この後次第ですけどね、うん、はい、まあこの後またアニメ研究所、アニメ研究所で盛り上がっていきたいなと思います。そして今日は恋愛相談係もメッセージ来てるということだ。そうだね、はい、うん、もうちょっとサクサクいかないと時間も後半戦になっちゃいますからね。長野陽子さん、ピノでいいですって。あ、いいっすよ、僕めっちゃピノ好きなんですよ。いや、俺も好き。あれ贅沢だよ、あんな100円で6個ぐらいしか入ってない。いやいや、もうまあまあ食ってますよ。150円くらいか。まあまあの頻度で食ってます。うるせえ金持ち。いやいや、捨て台詞がうるせえ金持ち。貧困層の考えや。貧困層の僻みですよ。あれは僻み以外何者でもない。びっくりした。僻みです。いや、捨て台詞が。いや、うるせえ。ピノで。本当だよ、ピノ食べれないもん。多分自分でピノ買ったことないっす。ああそう、誰かに奢ってもらうときぐらい、はい、あ、次もしかして1月3日って来てるんですけど、どうなんですかね。1月3日は1月3日までお休みですね。お休みなので、はい、僕らはその次の週の、ね、そうか、1月9日になるんですかね。あ、1月10日ですかね。10日か、あ、10日か、10日になりますね。そうですね、はい、あ、じゃあ荒れる成人式の月の日ぐらいですね。そうですね、僕の頭ぐらいに木刀が刺さってると思います。だからね、ちょっと大平さんよりもね、ちょっと成人式してこうかな。ちょっと前にしてこうかな。そうだね、突撃レポートしてみる、うん、あの赤粉一丁で、君たち今の気分はどうなんですかみたいな、おめえの格好がどんなだよって。赤粉一丁で、赤粉年一丁で、君たちそんな格好してるけど今の気分はどうですかみたいな、おめえの格好がどうなんだよってまた言われちゃうから。もう来年のキイチの誕生日はケイトの首輪を送るわ。あ、本当ですか、ありがとうございます。ほかほかやわ、ほかほかでですわ。でもケイトの先にね、ちょっとなんかあのクレジットカードとか。最速が半端ないな、お前ら。速攻使うけど。速攻使うの。10回払いで。ブラビア。関係ないだ。ブラビア関係ない。ブラビア10回払い無理でしょ。言ってるわこれ。いやいや、買えない買えないな。買えないな。はい、サクサクさん、あ、ストロールポッドぜひ見たいです。みーちゃんさん、3日誕生日みたいですよ。え？お。3日って、あ、1月3日ですか。やばいね。はい。じゃあ後ほど何か誕生日ソングをね、キイチが送ります。そうですね。なんか送らないとね。大平スタイルのチューズデイスタイル。はい、はい、では始まりました、大平スタイルのチューズデイスタイル、うん、もう後半戦になりますね。ですせ、はい、なのでどんどん行きましょうか、うん、ゴーゴーゴー。もう今日はね、本当にスペシャルでお送りしてますので、いろんな企画をやっていきたいなと思ってます。やっていこうやっていこう、はい、なので早速行きましょうか、うん、じゃあタイトルコールキッチお願いします。あたかはたなおこの子ゆうたエンジン。もうやりすぎて、ちょっとあ、ダメ、うん、やりすぎたかな、やりすぎちゃった、うん、今のタイミングではなかった、今のタイミングではなかった、うん、もう裏切りの裏切りで、うん、もう訳がわからんくなった、ね、いやもう年の誠意だからね、年の誠意言いたいだけやし、お前が言いたいだけやし。いや、もう言いたいだけだ、ね、早くお願いします。はい、じゃ行きましょう、はい、うん、はい、では、大平スタイルのアニメ研究所、よいしょ。はい、それではですね、この大平スタイルのアニメ研究所はですね、うん、まあ僕ら地元の中で博士と呼ばれる人物がいまして、はい、まあちょっとその方がアニメに詳しいので、詳しい、まああくまでも僕らの中でですよ、うん、まあ僕ら、はい、僕らの一般的にちょっとアニメが詳しいやつがいるので、うん、その方からちょっとあのね、アニメのお話を聞いて、ね、うん、はい、僕らもアニメ、いろんなアニメを知っていこうという、はい、しましょう、コーナーでございます。それでは早速お呼びしましょうか、うん、はい、それでは博士博士博士、こんな感じだったっけ、こんな感じに読むときこんな感じだったっけ、こんな感じにやろう、はい、今日もゲストで来てくれました、ありがとうございます。はい、博士でーす。博士、はい、博士今日なんか動ける格好ですね。そうっすね、すごい、ちょっとツイキャスでね、ツイキャスをご覧の方は分かると思うんですけども、映像が出てるんでね、博士って名前、なんか仮名みたいな感じで使ってるようには、まるで出てるからね。そうだね、あのなんか隠してる割にはあの画像ではもう思いっきり出てます。SNS どころじゃないですよ。生放送でもかなり、あ、おいおいおい、ちょっとポロリしちゃってる。
ポロリお前ちょいちょいポロリするよね俺のことねちょっとじゃないじゃ博士のポロリって言い方も受けるんだ年齢と年代がバレるわあそっか水泳大会見てた子の年代なのかなポロリ世代ねポロリ世代ね芸能人芸能人女だらけのメディアでポロリって言わないの言わないの女だらけの水泳大会見てたじゃあ今日のアニメポロリということ違いますポロリあのお子様が見るやつですジェジャマルピッコロチンチンポーロリーいやいやいやもうチンチン言うとダメやオッケーオッケーだから11時以降は攻めれってまず言われたからFM ギターの社長にだから結構危ないところいったら全部社長のせいにしようとしていや本当に攻めてって言われたから何やちょっと社長のせいにして生き生きし始めていやもっとエッジを聞かしてって言われたからもっとちょうだいってエッジじゃもっとエッジを聞かしてエッジとかエグすぎるよねエグっちゃってるのこれはいじゃあもう早速アニメ研究所の博士に今日の紹介してもらうアニメのタイトルをお願いいたしますお願いします、はい、じゃあ早速、はい、じゃあカウボーイビバップでおーカウボーイビバップ、はい、これ僕は正直ちょっとしか知らないんですよねぶっちゃけアニメですかね、うん、アニメはいアニメはまだ見たことないんですよただなんか漫画かなんとなくはわかりますうん僕も評判は聞いたことありますマジ面白いあこいつダメだいつマジでマジで評判もなんもないからいやでもほんとほんと何の評判カーボーイブアップマジ面白いよって本当に売れる前から知ってたって感じだ売れる前からって名前だけは知ってた中身は知らないけど13の曲岡平さん知らないだから中学校ぐらいの頃だから自分がだから今から多分20年前ぐらいかなそうですねあ結構そんな前なんだ、はい、出たあ制作されたのが、うん1998年そんな前なんだじゃあもうその頃っすねだからもう18年前1998年前98年もう、うん、高校生僕ら高校生ですか2000年問題の前ですからね2000年問題の前、はい、中3ぐらいですか僕ら多分中 3? 待って中3ぐらいあれじゃあ高校の頃だ高校の頃だ俺ら自分の年齢も忘れてる自分が中3だよね中3、うん98年は中3だよ中3って言ったらもうあれじゃないですかめちゃくちゃ受験勉強してた時やし、うん、そうです、ね、中 3?、まあ、勉強もうまさかさ中3だね俺らはね、うん、お前1個下なんで俺1個下か99年の時に中3か、うん、違うよミレニアムやったの中2 高2だったからえわけがわからなくなってきた。いや、知らないけど。まあ、その1998年に放送されたアニメ。はい、まあはい、アニメ。ちょっとざらっとストーリーなんか。あ、そうですね。まあ、時代設定が、はい、まあ、人類が、はい、まあ、宇宙に出ていくっていう、はい、まあ、お話で、はい、地球、まあ、地球にも住んでる人いるんですけど、はい、まあ、ちょっととある理由があって、ちょっと壊滅的な状態になっていて、あの住む場所を求めて、はい、まあ、宇宙開拓時代っていうんですかね、っていう形になっていて、はい、まあ、火星とか、はい、金星に、はい、まあ、この地球みたいな環境を作って、はい、人が、まあ、定着して住んでますっていう、はい、まあもうそれ科学力でなんかできるものまあみたいな、まあ、そういうお話で、うん、でまあ何ですかね、まあ、そのアニメざっくり言うと、まあ、自分の見たあの感想ですけどね、はい、あのルパン三世と、はい、ルパン三世あの映画のスターウォーズ、スターウォーズ、はい、足して割るにした感じなるほど、めっちゃ分かりやすい。とりあえず、あの、主人公とか、キャラクターのもみあげがみんな長いと。いやいやいや長いんすね。そういうわけじゃない。ビジュアルで攻めてるってことですね。すごい着眼点ですね。納得してる。似てるキャラもいるんだ。そうですね。じゃあ、顎ひげがツーンってなってる人もいます。ツーンってなって帽子だけかぶって。次元ね。次元ね。ツーンって、なんか、顎ひげだけ前に。でも、まあ、ちょっと遠からず近からずみたいなところじゃあ結構いい線いってんのかな、うん、かもしれないですね、うん、なんで、うん、まあまあ言ったまあルパン的な要素で言うと、うん、この何ですかねこの、まあ、宇宙出て行って、はい、ちょっとこの犯罪が多発してしまって、うん、あなるほどでその指名手配犯に、うんまあ、警察がもう追いつかないから、うん、賞金をかけるんですよ。でその賞金、まあ、するとまあ賞金稼ぎっていうのが出てくるんですけど、うん、でそのタイトルにあるカウボーイこの賞金稼ぎた、うん稼ぎをやってる人たちのことを、まあ、通称カウボーイっていうふうに今呼んでいて銭形とかではなくカウボーイではなく、はい、カウボーイっていうのがね、はいまあ、賞金稼ぎで、まあ、その主人公は、まあ、その賞金稼ぎをしている、まあ、スパイクっていうのがいるんですけど、うん、と、まあ、その相方の、まあ、ジェット、まあ、2人がその指名手配犯を、うんまあ
まあ、その宇宙旅しながら、まあ、捕まえていくっていう、はいはいはい、っていうお話で、じゃあ、はい、宇宙船とかも結構頻繁 に出て、だからその辺がちょっとスターウォーズってこう宇宙船が飛び交ってこうドンパチやってるみたいなシーンとかって結構あるじゃないですか、この空間をわーってワープするじゃないですか、うんうん、そういった要素とかがちょっと、まあ、スターウォーズチックな要素があって、まあまあその賞金稼ぎを追うっていうのが、うん、まあ、彼らの生業、まあ、お金を稼ぐ手段なんで、うん、まあ、その過程がちょっとルパンみたいな形でちょっとまあバラエティー色もあって、うん、まあ、ドンパチやりながら、まあ、そのちょっと、ね、あのギャグみたいなのもあるみたいな、はい、まあ、ありながら結局プラスマイナスゼロでしたみたいな話のオチがあったりとか、結局賞金もらってもその以前でなんかいろ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 損害が出て結局借金になっちゃうとか、あーあーいいな、面白いですね。あ、面白そうだね。あ、でもまあその真逆で結構シリアスな反面もあるんですよ、ストーリーがめちゃくちゃクソ真面目な、ちょっとキュンってなるような、キュンってなっちゃうような、あ、恋愛チックな感じ、まあ、恋愛チックなこともあるんですけど、ちょっと暗い過去とか、まあルパンで言ったらカリオストロ城みたいな、あ、すいません、ちょっとすいません、ルパン見てないんで、ちょっと博士、博士、ちょっとその名作なんですけど、博士の称号を返した方がいいちょっと教会に、いやでもいいんですけど、いいんですけど見てないんですよ。あ、そうなんだ。いいんですけど、あれは名作なのでぜひ。ハリオストロ城はちょっとぜひあのクリスマスイブの夜に一人で見てほしいですね。うわー、終わったけど、クリスマス終わっちゃったけどね。うん、いや、ひたすらうわー、あれは全然。見ていただけたら、そうですね、ありがとうございます、紹介いただいて、役だと博士のボケツ掘るなお前、すいませんね、やめろやめろ、そういうわけじゃなかったんですよ、博士はあくまでも自分の好みに特化した人です。いや、もう特化してるスペシャリストですよ、本当のスペシャリストっていうのは本当に自分の好きな分野だけを突き詰める感じなんですよ。ちょっと化けの顔が剥がれちゃった感じ。いやいやいや、違います、違います、間違いないですよ。ということで、はい、じゃあカウボーイビバップ、はい、ビバップ楽しいので、はい、楽しいので、ビバップはどうだったのか、これはどのぐらいあるのか、もう終わってはいるんだよね。そう、うん、まあ20、まあ、全部で26話で、まあ、あとは、ね、劇場版が、あ、劇場版もあるんだ、うんうんうん、ある感じで、あ、そうそう、今キイチが言ったそのビバップの話もしようと思ってたんですけど、はい、おお、そうそう、ビバップって何ですか。ビバップはこの JAL の、あ、ジャルだ、ジャズ、ジャズ、音楽のジャズ。あ、びっくりした、今一瞬飛行機ジャル鶴のマークみたいな、鶴のマークみたいな、赤い鶴みたいなのが、すいません、失礼しました、ジャズでございます、うん、ジャズね、ジャズの、うん、あのこの曲のジャンル、ジャンルの中でビバップっていう、聞いたことあるな、があるんだ、分野があるらしいんですよ、ジャズの中に、中に、なんかいろいろあるじゃないですか、ロックだとか、なんかね、ハードロックでしたり、ハウスだなんだっていう、あるじゃないですか、そんな感じでジャズの音楽の一つのカテゴリーとしてビバップっていうのがあって、でこのカウボーイビバップ結構音楽かっこいいんですよ。まあ今日ね、ちょっと流しましたよね、はい。ちょっとなんかタンクタンク、タンク、はい、ルパンみたいな感じでしたね、このジャズの感じが、そうそう、だオープニングとかも結構かっこいいんですよ、作りがかっこよくて、音楽もかっ、あ、そのオープニングの曲とか、はい、あとそのストーリー展開の中で、はい、流れるのも、まあ、テクノ使ったりだとかもいっちゃあるんですけど、え、見たい、ますます見たくなってきましたね。だからなんかこの、はい、なんですかね、ストーリーのその設定とかも、まあ、ハッカーが出てきたりとか、はい、なんか1998年になんかとても作られたようなアニメとは思えない、今では当たり前ですけど、うん、当時はなかなか思いつかないような、そうそう、まだそのまあみんなインターネットとか ね、 そうすね、98って言ったら Windows 98だもんね、有名な、まあ、だろうね、そうそう、あの Windows 98の頃ってそんなインターネット普及してるかって言ったら全然ですよ、多分ね、もう僕アーケードゲームしてましたもん、そんなインターネットとかじゃなくてまあでも、もうキングオブファイターズ、クオリティが高いってことですよね、そうですね、クオリティが、その時代背景よりかはもう、はい、その僕らが生きてた時代背景よりかはもうさらの、あ、さらに、うんうん、はい、そうですね、まあ、先を見てるんだ、はい、あ、なるほど、あ、いいっすね、あ、もう僕も結構そういうのは好きなの、アキラとかやっぱそういう感じの好きなの、薬じゃらじゃら飲みたいよね両手でそういうとこじゃん、アキラ別にそこの薬の方にスポット当ててるもんね、俺のイメージはもうあれだからまあまあ、それでガッガッガッヘロヘロリ、そんなそんなめっちゃ頭いかれちゃってるからそんな俺それ薬だけでお腹いっぱいなるだろっていうぐらいじゃらじゃら飲んでるんで大丈夫やみって、でもでももうそのぐらい
はい、結構、はい、音楽とかもそうですね、音楽とか結構あの注目してほしい点っていうことです ね、 いいすね。そうですね、内容だけでなく、はい、楽しめる要素がいっぱいあるっていうのがいいと思いますよ。まあまあ結構もう綺麗だと思いますし、まあコメントでね、神音楽、神音楽してますね、テクノロケンさん、はい、ありがとうございます。そうなんです、はい、なのでぜひ皆さん、神音楽、ね、カウボーイビバップ、はい、カウボーイビバップ、じゃあ僕もぜひ見たいと思います ね、 ね、はい、ちなみに他に楽しめる要素ないですか？エロとか。エロエロなんでエロだ。いや大事大事、これ少年誌でも言う、だけどあのバクマンでも言ってたでしょ、バクマンだった、バクマン、うん、バクマンでも言ってた、エロは大事だよみたいな、うん、俺は書きたくねえみたいな変なこんなんみたいな、う俺はエロなんて、まあ、そういうなんかの、うん、まあ、露骨なのもないんですけど、うんうん、まあ、ヒロインに当たる、まあ、フェイ・バレンタインっていう、まあ、うん、まあ、女性がいるんですけど、うん、ヒロインに当たる、まあ、ちょっとセクシーな、ちょっとセクシーな、あ、まあ、ちょっとルパンで言ったら藤子ちゃんみたいな、藤子ちゃんみたいな、ちょっとスタイリッシュな感じ、ああいいね、あそういう要素もまあまあ、はい、あちょっとしてるんだ、僕はちょっと頭のいかれたウジコちゃんなんですけどあそうなんですか、ウジコちゃんって、あーみたいな湧いてますから頭に湧いてますから、でも思いついたらそういう、ぜひ皆さん、はいはい、カウボーイビューアップ、はい、見てください。アニメが全26話26話、はい、はい、そして劇場版も劇場版1個だけかな、そうですね、劇場版1つ、なるほど、1つだけ、はい、はい、ありますので、はいはい、ぜひぜひ皆さんチェケラ見て、はい、興味、今日聞いて興味が出た方はぜひ見てほしいなと、年末休みがあると思うんで、そうなんですよね、ちょっと三が日まで結構あと思うんで、まあ、26話ぐらいやったら、まあね、そうですね、僕も結構だから僕最近あの前紹介してもらったイブの時間も見させていただいて、ありがとうございます、面白いっすね、あれは確実にお前好きだと思う、あ本当にやっぱ見た方がいいから、あタイのタイのどっかのアジアの国の出来事だったっけ、それはブラックラグーン、ブラックラグーン、はい、イブの時間はあの多分これは日本の未来みたいな、うん、まあまあなんかそういうキャッチフレーズがあるんで、ああなんかそうそう、キャッチフレーズもあって、あロボットが普及した、うん、ああそっかそっかそっか、時代設定、ああ、はい、なんかそんなバイオレンスはないけど、うん、なんか独特な感じなんですよね、バーがあるんだっけ、ああそう、ダポバーで、はい、ああダポバーダポバーって言ってたよ、はい、いやいいっすね、なんかいつなローバーみたいでいいっすね、はい、うーあーダッポーバーみたいなダッポーバーならないけどこのまま季節が沈まろうかみたいな、はい、なのでぜひ皆さん興味ある方は見ていただきたいなと思います。僕もね結構休みを利用して見たいなと思ってます、うん、あじゃあ見よう見よう、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。カーボッチャ、いやもう博士もね、うん、今年、はい、まあ、途中から参加してもらって、うん、はい、いろんなアニメを紹介してもらったのでね最後にぜひ、はい、アニメを紹介したんじゃないですか、はい、みんななんか評判がいいですね、もうぜひ来年もまた楽しいアニメ、はいね、お待ちしてますので、はい、よろしくお願いします、はい、まあ博士さんまたこの後も引き続きそのままチューズデスタイリングにおりますので、はい、まあ、あんまり楽しいことは言えないですけど、はい、全然全然全然ですよ、全然ですよ、バグってるやつ一人いるんで大丈夫っすわ、うじこなんでね、うじこちゃん、もう今年ね、今年はラストということなので、はい、ぜひ博士も一緒に、あそうですね、盛り上げていきたいと思います、いきたいと思います、行こう行こう、はい、それでは一回 CM 行きましょうか、行きましょう、はい、ではそれでは一回 CM です、うん、どうぞ。ではツイキャスタイムですね、ツイキャスタイムです、ライアンテイラーさん、さすがグッキングキチ、どのコーナーでもギャグをぶっ込んでくるいいねって、ありがとうございます、こんな褒めていただいて、もう本当にタボメ、ありがとうございます、ぶっ込んでくるよね、ウジコちゃん、ウジコちゃん、はぁウジも入ってるしカヨルケンさんから、博士は最近何のアニメ見てるの、何かアニメ見てるの、アニメ見てる、あさっきあのカマンエツラダストのジョジョとかも見てますよ、あ、大丈夫、新しくなやってたんでしたっけ、今やってます、今やってるんだ、テレビでやってるんですか、うん、テレビで、テレビで、あ、これ CS とかではなくて、ね、普通の、第4部って何、どっちスタンド、スタンド、スタンド、ジョウスケ、ジョウスケの方か、あー、楽しいよね、あの辺ねあれ一番、あの、あそこが好きだけどね、本当ですよ、僕もあっちが好きです、はい、あ、もう早っ早っみーちゃんさん、ピーちゃんド変態って変態ですよ、最近もう縄で、縄縛りを覚えたいです、僕はパカン、ゆきゆきゆき、大平スタイルだよ、始まるよ、大平スタイルのチューズデースタイル、
さあ始まりました、大平スタイルのチューズデイスタイル、はい、はい、今日はですね大平スタイルと博士で、はいはい、お送りしております。そしてですねもう今年最後の放送ということなので、はい、うんうんうん、はい、まあいろいろとスペシャルをそうですね、はい、やっておるんですけれども、はい、やっておるってやっておるってかっこいいね敬語でいるんですけれども、はい、はい、じゃあまずはもう行きましょうか、行きましょう、また企画ありますので行きましょう、時間もないので、じゃあキーツさん、はい、タイトルコールお願いします。はい、大平青年会霊安相談係、ボンボンパン、いや決まりましたね。あの全然あれじゃなかったの、うん、なんかあったさ、自分 BGM、 自分 BGM、 大平青年会恋愛相談係の BGM、 あなんかあったっけ、どうすっげえ忘れてる、俺本当にいつも歌ってるのに、いつも BGM くないよとかなんか言って、君は美しい、君は美しいなんかやってた、美しい、これこれだよ、これ、うん、これだよ、はい、まあこの企画はですね、はい、まあ大平スタイルキーチが、はい、はい、リスナーの皆さんから募集して、うん、あの募集しました、はい、はい、あの恋愛相談、恋愛相談ね、恋愛相談、まあ男女関係何でもいいですので、うん、お悩みを大平スタイルキーチが解決するという、うん、コーナーとなっております。まあ大不評企画として、はい、はい、もう結構ね僕らラジオやらさせていただいてるんですけども、多分来たメールで言うと5通ぐらいじゃない？そうだね、5通と5通、5通ぐらいだよね。いやでもありがたいです。でも今日は、はい、あのやっぱりもう今年を締めくくるために、うん、そうだね、はい、来てますよ、メールが、はい、来てるということで早速読まさせていただきたいと、その前に、はい、ま、大平青年会の内容ではないですけど、はい、まあ、メール来てますんで読まさせていただきますね。じゃあ大平青年会のちょっと違う感じにはなるんですけども、ね、はい、はい、はい、お笑い大好き高校生さんからいただいております、はい、ありがとうございます。大平スタイルのお二人こんばんは。こんばんは。こんばんは。おぼう。先週修学旅行の話するって送ったのでします。あ、ありがとうございます。修学旅行は浅草、行動班で秋葉原、はい、東京スカイツリー、はい、NHK 放送センター、東京ディズニーランド、いいね、ディズニーランド、フジテレビに行きましたよと。わあ、もう東京、ザ・東京とかを回ってます。楽しかったんですけどびっくりするぐらい寒かったです。あ、内地はね寒いですよ、ね、もう特にディズニーランドの時が寒かったです。これディズニーランド自体が寒いってことなのか、違う寒い、季節がね、マジ子供だわしだわ、うん、そこ的にねディズニーランド寒いって言ったら怒られるから、あのクマ腹出てるそれ出るだろ、そういう作りだもん、こんな季節なのにキャラクターだから、寒い、ちょ指の繰りですか、だんだん出てきたわけじゃないから、ね、うん、でブーさんがいきなりブーさんみたいになったわけじゃないから、ブーさんブーさん高木ブーさんっていうのね、ディズニーにブーさんの隣にディズニーに高木ブーさん、老人形の高木ブーさん、老人形で手首だけが動く、怖いよ、ね、あー嫌になっちゃった、なんで俺みたいな高木ブーさんやんなっちゃうよって話変えますが、私からのプレゼント見ましたか、はい、はたらもう見ましたよね、はい、ありがとうございます。そうなんですよね、クリスマスプレゼント、はい、いただきましたよ、はい、いただいたのでありがとうございました。はい、いただきました、おいしくいただきました、ガリガリ食べました、はい、僕ら家族で分け合いました、はい、キーチのね、アダニ焼きには、はい、もう食料難のアダニ焼き、食料難ですかとりあえず基金なんですよ僕ら、もうとりあえず基金、キーチ基金にぜひぜひ、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、そして来年もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、今年もねたくさんのメッセージを本当にお笑い高校生さんくださったので、ね、はい、本当にありがとうございます。じゃあまたね、また来年ぜひ送ってください。聞いてくださってるから、いや聞いてくださってますよ、はい、多分ありがとうございます、待ってますからね、お願いします。はい、じゃあ続きまして来てますね、はい、はい、ユーミンさんからいただきます、ありがとうございます、ありがとうございます。キイチさん、ケイちゃんさん、皆さん、はい、ハイタイ音符、はい、と、もうすぐ今年も終わりですね、終わりですね、大平スタイルにとって今年はどんな年でしたか、はてな、はい、来年もよろしくお願いします、音符、良いお年を、音符と、はい、ありがとうございます。いやもう今年は躍進の年ですね自分で言うな、言い切ったな、すげえ登りました、登り詰めた、宇宙に行くぞと思ったけど、うん、やっぱ大気圏あたりでちょっと燃え尽きてまた地上に降りてきたって感じ躍進してないやん、最近あれ、あ熱い熱いってマジでお札熱が熱いって降りてきたまあでも今年も僕らはあれですね、まあ、まあ、一歩一歩マイペースでいけたかなと、はい、まあ、僕らはそんなあのいきなりドンっていう、うん、ロケットみたいなのタイプではないのでね、
はい、なんかゆっくりゆっくりマイペースでいけたかなという、ファンタジーの世界で言ったらトロールみたいな感じなんで、はい、まあまあなんか一つ一つねちょっと食い入ることがあれば、まあ大和グランプリ、まあそうですね、年明けて1月2日に、はい、出てなかったあるんですけども、まあそちらの方でね、あの決勝にちょっといけなかったのがね、やっぱりあの、はい、お客さんが悪いな。やめろお前、間違いない、本当やめろよな、そういうの。絶対そうだった、はい、本当にね僕らの力のなさでちょっと決勝に行けなかったんですけども、まあ本当はね1月2日にテレビで出て、まあ、キイチをね公開処刑しようかなと、ね、企んでたんですけど、本気でガンガン血吐こうかなと、いろいろグバボバ火炙りがいいかなとかいろいろ考えてたんですけど、張りがいいんじゃないか、ね、張り散るか、確かにね、オーヒラスタイルの姿をテレビで ね、 ねちょっと僕も見たかったんですけどね、ちょっとねもう出入り禁止になるぐらい、はい、そうですね、この業界を追放されるぐらい、なんならもう、ね、年始めの生放送でモザイク かけさせてやるっていう、で伝説の引退にしようかなっていう目論見たんですけど、ね、ちょっとやめてみたいな、処理が追いつかないっていうぐらい、そうそうそう、クシャ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 ーって、まさにちょっとね、だからネタまでは成功法でちゃんとやって、うん、でみんなちゃんとしたネタをね、面白いネタをやってる中、僕らだけちょっと変わったことをやろうかみたいなのを思ってたんですけど、ね、もうネタ中にやっちゃうよね、そうそう、ネタやらないよねっていう、ネタやらないもん、うん、僕ら出たらネタやらないで、何ですか、あのポロリですか、いやもうポロリだなんじゃない、そんなんじゃない、もう火炙りか何かな、全てやり尽くして、あのちょっともう本当に追い出される、そうです、ね、警備員の方に抑えられて追い出されるぐらいのことで、もうあの不助士の方々が喜びそうなことばっかりあります、はい、うそーってそれをリアルタイムの生放送でやっちゃう、まあもしかしたらね、それはもう この放送もしかしたらその大枠関係者が聞いてたらもう僕ら絶対出れないんでしょうけど、はい、まあその前日あたりにあの FEC には辞表を出してる、ね、そうですね、関係ないです、突然のね、突然の引退宣言、あれみたいな、なんでと思ったら、あ、これかみたいな納得してもらえる、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、よろしくお願いします、はい、お願いいたします、じゃあメッセージ来てるということで、はい、お、長い、はい、これじゃないですね、違うか、はい、はい、じゃあ行きましょう、メッセージですね、はい、じゃあお願いします、はい、こんばんは、ゆあぴっぴです、はい、ゆあぴっぴさんからいただきました、ありがとうございます、私このコーナー好き、ありがとうございます、火曜日が待ち遠しかった、かっこわら、めちゃくちゃ上げてくれますね、上げてくれますね、はい、前回の放送はすごく盛り上がってたからメールしませんでしたが、はい、今回は放送&相談ということでメールさせていただきます、はい、ありがとうございます、報告と相談ですね、はい、情報、報告からですね、はい、前回気になる人ができたという話で、ああ、はい、ありましたね、うん、ありましたね、はい、LINE が既読無視されてしまったっていう件でしたが、ありましたね、その後一応また自分から LINE したら帰ってきましたよーって、おー、よかった、ラスクリスクリスマスじゃん、まあ、なんかハッピーな感じ、クリスマスなんでね、はい、そのままちょこちょこ LINE してたら、うん、急遽映画に誘われて2人で行ってきましたよー、映画クリスマスってね、緊張すごかったんですけど、うん、特に何もなく笑、はい、チンギスタニーワンダークリスマスナイト、絶対その音楽いらないでしょ普通に言ってよ、なんかハッピーな感じ、はい、クリスマスをね、はい、そして前より忙しいみたいで LINE の返事がすごく遅いです、笑って、先週は1日内で帰ってきましたが、最近は何日も既読つきません、でも既読されることはないのでまだいいのですが、はい、なるほど、10日も会ってないから寂しい、はい、LINE もまともにやってないし、1月中旬ぐらいまで会うの難しいのかなと思っていますが、気軽に遊びに誘う方法ってありますか、はてな、あとまだお互い敬語なのでどうしたらもっと仲良くなりますか教えてください、敬語か、うん、敬語か、はい、じゃあまあこれはもう大平スタイルキイチがズバンとね、うん、打撃しましょう、まず最近 LINE が返ってこないのはやっぱ年末だからですよ、まあまあまあ忙しいんでしょうね、そうです、まあ、いろいろね、まだ仕事納めじゃないところまだありますからね、だいたい皆さん30日とかから、うん、29、30あたりぐらいまでね、はい、結構長い人はやってるのでね、うんうん、はい、24時間戦ってる人もいますから、うん、企業さんね、まあ、それはよくわからないんですけど、頑張ってる人もだから、まあ忙しいのも、はい、全然共感できなかった、忘年会やらね、はい、なんか忙しい夜、あ、まあまあ忙しいことは忙しいと思いますよ、うん、付き合いもあると思いますんで、まあ、仕事がある方はね特に、はい、今年は忙しいと思うんで、年を忘れるためにいっぱい飲んじゃう、またまた、僕も結構返事とか結構すぐ返すタイプなんですけど、ちょっと最近はなかなか返事が返せない感じになってるので、そう、はい、なのでね、ちょっとその回バタバタしてますけれども、うん、いやでも逆になんか返事気にしないぐらいの方が恋愛うまくいく気がする自分、僕昔から気にしてなんか早く返してたんですけど、うん、なんか最近ちょっと忙しくなって
返事返すのが遅くなった時とかはなんかやけに女の子がねえみたいな感じで来たりするんで、まあ、来たりしないけど勝手な妄想だけど妄想だばい、はい、勝手な妄想だけど妄想だばい、一応ママ暇やしただ、前よりかは返事が返ってきやすくなった、なんかこう続く、たまに送るぐらいの方がまあそこまであの来ないなとかっていう気にしちゃったら、うん、ちょっと余計長く感じちゃうよね、時間的にも。あーそうだね、何がこっちだから、まあそこで気にするなっていうのもなかなか難しいところさ、まあ難しいですね、まあ、送っちゃったからね、うん、やっぱ帰ってきてくれた方が嬉しいし、嬉しいよね、うん、だからそこら辺はちょっと難しいところであるよね、うん、そこは熟成させてると思えばいいんですよ、相手をじらしてるぜって、うちもそう思ってます、まあ、じらされてるんだけどね、じらされてるんだけどじらされつつ相手をじらしてるぞって、お前をキムチにしちゃうぞみたいな、熟成させちゃうぞって、つけてるってことなんですね、つけてるってことですよ、お前を味噌にしちゃうぞ熟成してるってことね、まあ、じゃあそこまで LINE とかは、うん、まあちょっとまあ忙しいだろうなっていうことも、もう心に留めて、そうそうそう、まあそこまで気にしない方がいいという、うん、で自分がそわそわするのもいいけど、はい、逆に相手をそわそわさしてんだぜって、はい、ああ そういう考えもね、うん、持ってみるのもありなんじゃないかと、ありないですかね、はい、そう、あで次敬語っていうのはちょっと直す、その前に気軽に遊びに誘う方法っていうのが、気軽に、はい、1月中旬ぐらいまで時間がないのでね、気軽に遊びに誘う方法ってあります、はい、まあ映画は行ったとして、はい、まあ次の新しい映画とかドラえもんまた映画でなっちゃう、俺映画見たい、映画見たい、映画見たいもん俺、じゃあなんかあるでしょ、気軽に誘う方法よ、方法、気軽に誘う方法、はい、まあその時のリアルタイムシーズンのやつ例えばだからお正月だったら、はい、あの初詣行こうとか、まあまあまあ、そういうイベントに乗っかるっていう、乗っかる乗っかる乗っかる、うん、あ、まあそれはありかもしれない、夏祭りに見に一緒に行こうみたいな、はい、夏祭り行こう、はい、神社行こうみたいな感じで、まあだからまだ私おみくじ引いてないからちょっと引きたいんで一緒に行かないですか、行かないみたいな、まあ、簡単にね、うん、簡単にちょっとポンって誘ってみた方が、そうそうそう、あいいんじゃないですか、そういうのは、うん、私という大吉を引いてよみたいな、あそうなんですね、引けや、僕はあなたは大吉を引きましたけど、ね、いやなんでやねん、はい、ないわそんな、相方という大吉を引きました、いやそんなんないわお坊さんもびっくりだぜ敬語の件は、はい、やっぱ敬語はやめた方がいいんじゃないかな、はい、年下なんでしょ、はい、なんとかちょっとずつ慣れ慣れしくやった方がいいっすよ、逆にあ僕は僕の意見僕の意見、うん、もう嫌われてもいいやっていうぐらい慣れ慣れしくいった方がいいっす、僕も昔からあの敬語やたら使ってたんですよ、どんな人に対しても、うんうん、でも意外と最近なんか敬語すぎない方がいいのかな、もうちょっと砕けて最低デスマス、うん、デスマスもつけんでいいと思うけどな、うん、友達関係とかだったらあのその踏み込みたいなって、だから名前だけちょっとくんとかさんぐらいにしとけばいいのかなっていう、意外と沖縄の人ってよ、うん、そういうの呼ばれ慣れてないから、うん、さんくん付けって、そうそうそう、意外となんか新鮮な感じもすると思う、そう、なんか内地にいるみたいな勘違いとか、裏腹だ、私は裏腹だっていう、はい、思いますので、はい、というわけで、ぜひ男心をくすぐってみてください、くすぐってみてください、はい、お願いいたしますということで、ええ、結構時間がそうや、ね、もうなくなっちゃいますので、はいはい、今年も本当にたくさんの方からメッセージ、はい、ありがとうコメント本当にありがとうございます、うん、もう恋愛相談もね最後に来てくださったのでありがとうございます、 そして来年も、ぜひぜひまた大平スタイルのチューズデースタイル、よろしくお願いいたします、博士もいるからね、はい、はい、それではお送りしましたのは博士とケイとキイチで大平スタイルでし た, でした、ありがとうございました、いやいやめっちゃグダグダ、大平スタイルでしたでしょいつもちゃんと計画的にある程度動けたね超ギリギリだった、俺自分来て初めてかもしれないそうですね、あそうですね、だからいつもグダグダにしていつもバタバタして、いやでもケイちゃんが頑張っていただいて、はい、それでは、はい、ツイキャスタイム、はい、今日もたくさんのコインをいただいたので、そうですね、ちょっと長めにできるということなので、博士もぜひ皆さんと一緒に、はい、そうですね、ちょっとなんか、はい、一言放送を聞いてみよう、聞いてるのかな、まあ、先ほどねちょっとラジオの中ではなかなか解決するとまではいかなかったんですけれども、そうだね、まあ難しいよね、敬語ってどうなの、お前も敬語、あお前って言ったら、まあいいや、お前だお前でいいよ、お前結構カズくんさん敬語で敬主って呼べ、せめて敬主って呼べ、うちの方で敬主って呼べ、敬主、敬主、アルファベットの敬主、敬主、アルファベットの敬に敬主で敬主、敬主、通称、どうなの、どうなの、いや俺、まあ使っちゃうタイプ、俺使っちゃうかもしれない、あ、そうなの、意外と
へぇ、そうなんだ。あの、まあ、昔の人だったら美佐子さんって言ったりね。あぁ名前出すんだ。みんな聞いてるからっすよ。いや、名前出すんだ。多分そのワードからもう絞られますよ。あ、でももうあれだね、オープンのタイプだ。いや、でもまあ、だいぶ前だし、お金ないし。いや、まあまあ、でもまあ、下の名前だけですからね。下の名字とか。イタリア、パンとかなんて。出すんだかもしれないし。まあ、いたんだよね。ちょっと恋をした女性がね。そうですね。はい、いてね。恥ずかしいっすね。あ、確かにちょっと敬語だったもんね、その時ね。うん、それ、思い出した敬語だったな。その子って同い年だっけ。同級生だった。同級生だったっけ。あ、なんかね、いや、お前がいつもその美佐子さん、美佐子さんって言うから、俺、年上だと思ってた。あの人、同い年だっけ。同い年だった。あ、そうか、そうか。今じゃ歌舞伎町で風俗場が。お前、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 今ケイシのナッツの素晴らしい恋愛の嘘でしょ。冗談って分かります。ゴイステですか。今日歌詞だから分かりますよね。分かるけど、なぜにゴイステだ。町の郵便屋さんさんみたいな。もう敬語使うんだ。俺敬語使ったことないんですよ。女の人に。本当に女性の方に。飲み会とかでも。あ、全然ない。本当に。はい。相手が年上でも。ああ、相手が母親ぐらいの年の人でも。それはさすがにさ、そこは礼儀の方じゃん。じゃあ礼儀の方と、男女に関しては僕は別だと思ってるんで、あんまり年齢は気にしないタイプなので。なんか気にしない、上だろうと下だろう気にしないけど、こいつを女だと見たらもう敬語使わない。だからそういう意味じゃなくて、礼儀は必要だよ。だから初対面の人に対しての礼儀だったり何だったりは男女問わずするんだけど、例えば男と女の人っていう、だからこいつ女と恋愛になるって時には、恋愛にしろ何にしろってなった時には敬語は使わない。あ、恋愛ゲームが始まるんだ。K ゲーム分からんけど。K ゲーム発動。別に俺そんなゲームな感じじゃないんだけど。うんうん、 K ゲーム発動しようじゃねえか。やってやろう。よく分からないんですけど。セルゲーム、だから敬語は使ったことないかな。そうやって1対1に、なーにー、1対1で遊びに行く女性とかに、1対1で敬語を使わないだって。セルですよ。なんもないよ、セルだよ。ダメダメ。あ、お前も使うの。敬語を使ってた。あ、使ってた。でも使わないようにしてる、なるべく。じゃあ最低限の敬語は使うけど、もう砕けた方がいい、やっぱり。あ、うん、それ見てたのは、S 氏ってもう違う。S 氏って書いてある。 S 一郎さんっていう。 S 一郎さん、わかりました。めっちゃ地元のところで。 S ね、S は S だよね。 S さんがだいぶもうため子だった、みんなに対して。あ、で、だけどモテるから、あ、これかと思って。あ、またあいつはちょっと違うんだけどね。そうだね。あいつはちょっと砕けたところで、またさらになんかいやらしいところもあるから。汗が出て。なんで俺がツイキャスで地元の友達を悪く言うんですか。下げるよね。まあいいやつだからね。オーラが出てるよね。いや、でも、すごいね。いいっすよ。でも参考になりますよ。でも、メッセージね、読まさせてもらって。ライアン・テイラーさん、私は最初は敬語使うけど、慣れてきたらいつの間にか使わなくなると。あ、でもそれが一番いい形かもしれないですね。自然とこう敬語を使わなくなったイコール、ちょっと距離が縮まってる。相手も分かるんだよ。あれ、この人急に敬語使わなくなってきた、ってことはドキドキって、なんか妙になんかドキドキしちゃうみたいな。そこまで敬語に対しての意識ではないと思うけど、だから多分こっちが敬語使わなくなったってことは、あっちも使わなくなってる可能性が高いから。気づいたらもうちょっと枕元に。そこまではない。急すぎるでしょ。目が覚めれば。悪いけど枕元におりますわみたいな。いやいやいや、ヨピクさん、いろいろ聞いて参考になりますの。あ、ありがとうございます。いやいや、カンガルケンさん、 SNS とかでは論外だけど笑わない。 SNS はね、顔と顔も分かんないけど、急にポンってね、ため語使われてもどないやねんっていう感じですよね。あ、まあまあ、誰に対しても敬語は標準装備。あ、そうですよね。まあ敬語はね、もう、なんていうかな、敬語という礼儀というかね。礼儀、そうですね。そういうところは、礼儀が行き過ぎると、やっぱこのもっと本当はお互い深い関係になりたいな、こう仲良くなりたいな、フレンドリーなね。まあ壁にはなっちゃうよね。なる時もあるからね。からね、そこはちょっと気をつけないといけないところではあるけどね。
そうそうそう、うん、初対面の印象はなんか敬語使ってかっこいい紳士な感じだけど、うん、急に外出てからいきなりのぐそしたりしたとかしたらこれやっぱダメだよ、ね、お前チンユキちょっと見張ってるやつあれ殺してるし何先週のチンユキめっちゃ引っ張ってるやつ今週にまだまくってルイさん、敬語楽ですもんねって、まあ、あまあまあ楽なところもあるよね、まあうん、確かに、まあでもそうだね、うん、自分はもう結構気使っちゃうあタイプなんだね、うん、女性に対して、うん、いや気は使う、まあ俺気使うかな、もう意識してな、ね、しちゃったらもう僕も完全に負けるんででもこっちが恋愛戦闘力弱っ敬語使っちゃうとこっちがかなり閉じこもってるように見えますよ、多分相手からしたらあまりにちょっと敬語はあいつなんかこっちサイドで喋ってるお前、まあまあ、あの博士と一緒のサイドだから、だからこそ、あの脱皮したみたいなその世界から、その世界から下脱したと私は思って新世界に行ったんだでも一緒だけどね、あの掘ってみてのところ、根本的なところ一緒なんですよでも僕もまだ泳いでる途中、下脱するためにこういやでももう別に親父たちは僕も一緒です。君はもう頂上で行くって。いやいやいや。あぶなかった。本当に本当に。自分空中お空を泳いでる。行くぞ。スマンチョウ。旗持って上立てなんだよ。もっと超えてる。違うわ。じゃあ僕もちゃんと泳いでる途中ですよ。分かんないですよ恋愛なんて。もう全然そこは。別にあれで順調ぶってるとかじゃないですよ。全然どちらかというと僕汚れの部類なの。いやもう教科書作れるおかしいな出した瞬間俺って教科書っておかしいな教科書出して、うん、もう法律で見ちゃダメあ規制がかかるんだ規制ある指定入るんだ本なのに本なのにダメってその時なんか昔は時代によってなんか金賞みたいな感じで金賞になるんですけど現在の金賞になっちゃういやおかしいなすげえな俺どんなやらかし方してるの普通ですよ普通ね、とりあえずモザイクかかるようなことしましょうみたいな。カラケンさん、根本的なこと言うなら恋愛とか恋してる人が羨ましすぎて爆発するって。ああ、でもね、恋愛はもう、まあ、ね、あの、ケイシもなかなか最近はやってないみたいで。そうですね、もう、ご無沙汰ですね。ご無沙汰みたいな。突然っていうかね、いやでもちょっとふとした時にポンってくるみたいなもんですからね、恋愛なんてね。いや、でもモテそうですよ、博士。だって今日もなんか、アクティブな格好してるじゃないですか、すごい。いやいやいや、博士は、おしゃれですよね。正味、全然モテる要素はあるんですよ。ありますよね。あるんですよ。ただ、一歩を踏み出さない子なので。あの、はい、外見というか、雰囲気とかは全てはモテそうなんですけど、うん、いかんせん、内面がすごい奥手というか、こう。拒絶しますよね。あの、ザ・ブリーチ、ブリーチの、あの、女の子みたいな感じで。拒絶する。織姫さんかな織姫ちゃんかな、うん、あ、でももったいないな、必ず…あうん、なかなか…まあ、なかなかね、恋愛はまあ難しい部分でもありますから、ね、また、時代的にも、なんかこう、恋愛ができる、そんな、なんかしやすい環境というか、うん、なんかそこまでなんか…あ、前ほどなんか…なんか、僕はね、俺が思うに、なんか前よりスムーズにできなくなったなっていうイメージはある。まあ、そうやって…SNS だったり何だったりっていう環境があるから、あ、そうだね、なんかこうそれだろ、君バレル的なことじゃないそういうのじゃないですよ。僕は結婚してるんで僕は結婚してるんでもう毎日恋愛ですよ。いやいや嫁と、うん、はい、だからちょっと昔のね、あの公衆電話、いや名言出ただろそこピックアップしねえよ。なんで自分の言いたがるとやばい、もう忘れてた。まだってこの議論で言うなら言ってて恥ずかしくなったわ処理しでしょ。嫁さんいいよね適当かよ。嫁さんいいな適当かよ。でも俺もちょっと言いたいけど、うん、公衆電話の時代携帯電話がない時代は、うん、逆にも恋愛し放題、あの、うん、恋愛難しいよ確かに、うん、あの携帯電話直接繋がらないから、うん、お家にかけてなんとかさんいますかみたいな感じで代わってもらって、でデートの約束も、うん、待ち合わせ場所に来るか来ないかもわからないっていう、うん、危機感も背負ってるわけじゃないですか。だけどモテる男は本当にもうこう音速の忍びのようにササササって動ける。なんだよ、監視カメラなんもないから。でもだから俺が言いたかったのはそういう積極性差が出なくなったというか、
復旧して、SNS で、そう、もうすぐ連絡取れるじゃん、どこにいても、本当に正味外国にいても全然いけるさ、頑張ればね。だから、なんかその、だって俺らの時代でもしも、めちゃくちゃ好きな人が外国いたら、もう金食べて外国行くしかないさ。そうだね、連絡手段がないから。そう、連絡手段がないから、もう最悪、めっちゃ長文の手紙。だから、そんぐらいの積極性というか、こう行動性っていうか、そういうのがこう薄れちゃってるから、じゃあ、まあ、今でも頑張らないといけないとか、頑張らないといけないって。いけないんだけど、このアクセスするのが簡単になったから、この相手となんか恋愛が俺の中ではなんかやりにくくなったなっていう。まあ逆に、はい、逆にやりにくい。僕の中ではですけど、なんか自分から僕はなんかこう恋愛ってほら、家でなんかモヤモヤしたりとか、こう自分で葛藤したりして、それが行動力になったりするんですよ。ああ、その場合は名前が強ければ、はい、だけど、それが簡単にできるようになっちゃったらなんかもやもやの前に明日でいいかなって無限大病みたいな なるんでしょ、絶対わからなくもない、ね、昔だったら今やらなきゃみたいなところあったんですか、だからこの時を逃すなっていう、もう そう飛び出せって絶対これやりたかったね。朝まで生テレビみたいな。博士。朝まで生討論みたいな。次博士。やるけどさ、これもしかしたらいつツイキャス切れるかわからない。すいません。いやもういつになく延長してるね。最後だから盛り上がってるんで盛り上がりました。ありがとうございます。お前それやりたいだけ。やりたいだけ。まあまあでもまあ年はねなかなかね。ね、まあでも来年はやっぱ恋愛したいですか。来年、あ、それはもう僕もね、もう年も超えてきて、なかなかそういう機会も減ってきたんで、あ、なかなかそういう積極性は出てきたんですか。いやそれはないんですけど、ないんだよ。でもないんだよ。でも女の子も奥手じゃなくなってると思うんですよ、この年になると。まあ要はね、まあ、ある程度30とか言ったらね、経験もしてるから、うん、女の子もちょっと分かってるんじゃないですか。うん、心の準備はできてるんじゃないですか。あいつ何だろう。でもお前女の子何だろうお前。できてると思ってたか、うん、なんか雰囲気でちょっといい感じの雰囲気だったら、うん、もう全然私はもう、うん、あなたとお付き合いしてもいいよっていう気持ちはあると思うんですよ。まあまあ気持ちがポジティブな思考を持てたら若い女の子だったら、あ、私まだまだ恋愛経験ないから、いいです恥ずかしいキャッみたいな感じで、すぐなんか結構若い女の子もは奥手だったと思うんですけど、もうある程度の経験踏まえてきてるから、あ、もうこの人いいなと思ったら全然、ツイキャス見てる方から全部どんどん寝ていってるよ。お前の下手のない話にどんどん寝るんだ。あ、リュウさん、おはようございます。そろそろね、結構時間延長してしましたので、はい、でも今日皆さんが本当にコインたくさん くださったので、この長時間ツイキャスも配信ができましたので、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。そしてですね、今年もね、もう本当にたくさんの方に見ていただいて、そしてたくさん本当にコメントをいただいたので、本当に皆さんありがとうございました。僕らも楽しくね、番組が、そうですよ、はい、できましたので、はい、もう、なんつうんですか、いやもう悔いはない、今年は悔いはない悔いはないっていいのかな、悔いはない、でも本当に楽しくうまく締めくくりました、はい、できましたので、本当にありがとうございました。たくさんのメッセージも、はい、ありがとうございます。そして来年も、はい、またいろいろね、もしかしたら新企画とかも入ってくる可能性もありますので、はい、ぜひ皆さん、ぜひ来年も楽しみに聞いていただけたらなと、うん、はい、思います。そしてもう遅い時間までね、たくさんの方本当にありがとうございました。そして博士も、はい、今日もありがとうございました。はい、それではですね、皆さんまた来年も FEC チューンドとも大平スタイル、チューンズデイスタイルをよろしくお願いします。はい、それではお送りしましたのは、ケイとキイチで、はい、あと、カザンス博士めっちゃいい、悪気はないの最後でこれだよ。じゃあ僕がお送りしましたのはで言うんで、博士とって言っていいですか、言ってもらっていいですか。はい、はい、それではね、今年1年もまあ僕らなりにグダグダしてきましたけども、まあ楽しくできたと思うので、ぜひ来年もよろしくお願いいたします。はい、それではお送りしましたのは、はい、博士と、はい、ケイとキイチで、はい、大平スタイルでした。ありがとうございました。来年もよろしく。ことよろ、こと早っ。ことよろ。